大谷翔平って、そんなアメリカで人気ないよとかっていう人がいるんですけど、めちゃくちゃ人気ありますよね。あ、なんか私、これ、なんか若干炎上したら嫌なんだけど、だから、その、人気あるんだけど、なんかその、あの、野球自体が、野球好きな人は野球見るんだけども、なんかやっぱりさ、アメリカってさ、バスケとアメフトなわけよ。そっちの上なんですね。だから、その、そこら辺は、なんかすごい、なんかキラキラしてるんだけど、その、野球ってのは、だってそこに比べると、ちょっと地味な、スポーツっていう印象があるから。柔道みたいな感じなのかな。なんか日本で、この毎日、翔平って言ってて、で確かにみんな翔平知ってるんだけど、でもなんかその温度差があるかな。もバスケとやっぱりアメフト、やっぱりそのそっちの方がなんだろう、なんかこう国を挙げてわーってなるって感じ。だからスーパーボールとかさ、あの時とか本当にさ、誰も道歩いてなくなっちゃうわけ、みんなテレビ見てて。